高知市が所有する大手ピアの横の土地、いわゆる西敷地の活用は中心部のまちづくりの核として注目されています。高知市が事業案を公募した結果、ビジネスホテルを全国に展開する東横インのみが提出しました。その案がこちら。ホテル機能を備えた12階建ての複合ビルです。1階には ボルダリングやボールプールなどの遊び場を2階にはよさこい情報などを発信する市民ギャラリーを設けますさらに駐車場は日曜市やよさこい祭りの期間中全面開放します一昨と,と行われた東横ンの公開プレゼンテーションでは選定委員会から厳しい意見が この土地がどういう場所であるかというのを認識しておいでやっていただきたい。このホテル単独の出店計画しか私には思いませんでした。選考委員会は周辺環境への配慮や地域との共同連携など十二項目を点数化して審査。その結果千点満点中三百九十六点と。 最低基準の600点を大幅に下回り、優先的に交渉できる業者の候補には選ばれませんでした。総評として、日常的な賑わいの創出に課題がある、地域活性化の取り組みと連携した具体的かつ積極的な提案が得られなかったなどとしています。 これをを受け岡崎市長は会見を開きました今回、選定がです、ね、最低基準を満たさなかったということはまあ残念ではありますけれども、まあ、厳正中立な審査の結果でありますので、まあ、そのことを受け,て受け止めていきたいというふうに思いますその上でもう一度、事業案を公募するかなど、自らの5期目の任期である1年以内に方向性を決めたいとしています。 西敷地をめぐっては当初、高知大学などが入る複合施設を建設する計画でしたが不透明な専攻過程に批判が相次ぎ市は3年前に計画を撤回していました。西敷地の利活用計画は再び振りり出しに戻ります。